前回に関してはね、ヤクルト巨人、6試合やって、ヤクルトには負け越したけど、巨人にはね、無事3立てを、して、なんとかね、我々中日ドラゴンズが、なんとか、かろうじてね、かろうじてこの順位をキープしてます。はい。というところで、今回に関してはね、ベイスターズ2試合と、カープ3試合、やっていこうかなと思います。なんとかね、てかもう大丈夫かな。なんとか交流戦前までに最終回じゃないわ。最下位に落ちることはなさそうかな。交流戦前最下位は回避できたかな。多分。カープとのゲーム差は 5.5 だから、カープが全勝した場合は抜かれるか。でも、巨人が、でもカープと巨人があれだから。カープが全勝した場合でもなんとかね、最下位。交流戦前にね、最下位になることなくいけるかなということで、最低限かなと、思います。そんな中でもね、今日また、ベイスターズカープ相手にやっていこうかなと、思います。見せたな。結構強いじゃん。ストライク先行つってんだろ、雄大。おい。結構強えな。でも低弾道なんだ。守備の人って考えたら全然強えな。もう1年目36歳だけど、でも全然強えじゃん。いいの取ったな。強いだろ。フォアボール出しすぎやって、雄大。おいおい。雄大ストレートのフォアボールになりました。このフォアボールで得点圏に自分から負けに行くなよ。お前わかるだろう。ここで声をで負けに行ってんの自分から。エースだろお前。ライトライナー抑えてアウト。自覚足りてるかなあ。ワンアウトランナー二塁一塁。一番わかってるだろう。フォアボール出しちゃダメぐらい。なあ。さあ里崎さん、先制がかかる場面。ここで大。頼むよ。どんだけ運ゲーやらないかんのよ。いつか負けるだろそんなの。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここは強い場面だったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。まあ別に野手は先制してあげればいいんだけどな。まあこの形雄大攻めてるけど。ここで。見て7回まで無失点だからな。OK 109か。まあ次の回までワンチャンいけるか。片足上げたいしな。もういつか俺はもうガタ来るって。ナイス。大援護してやろうよ。雄大のこの姿何回見らないかんの。シーズン何回目これ。なあ、おいおい。雄大。もう勢いつけるしかないな、雄大じゃ。ここでコーチが声をかけました。ゴー。共に行こうよ、雄大。ナイス。盗塁してくんのかい。この場面で盗塁を決められてしまいました。もうコンピューターのそれやめようや。なあ。マジでズリーわ。コーチアゲンでコマンド切らせて。盗塁で打ち消すのマジで汚ねえわ。普通に汚い。ここでコンピューターのやり方が普通に汚いわ。このゲームの欠陥だもん。盗塁で打ち消されんの。これではマジで意味わからん。このピンチ空振り三振に切って。ありがとう雄大。打たせよ。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。いいんじゃない。おい、素晴らしい宇佐美。この少ないチャンスものにしたな。素晴らしいよ。バントさせなくてよかった。お前の長打力に期待してよかった。素晴らしい。この2点はでかいぞ。ライデル、お前信じてるから頼む。ライデル。ナイス。素晴らしい。バッターボックスには代打の西。じゃあ我らが辰巳監督いきます。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。
そうですね、重い、まあ、ただこういう場素晴らしい足取り、勝ちに繋がってきますね、素晴らしい監督、そうですね、素晴らしい。ここをしのいでいけるかどうか。このライデルも気が引き締まってるわ。わあ、いいね。背番号は変えました、うん、あまりにも連敗が続いたんで変えました。ナイス、試合終了、素晴らしい。ドラゴンズが僅差で勝利、ドラゴンズらしいこれで連勝はドラゴンズができる、なんだろうな、まあ、落ち合いドラゴンズに近いよな、うん、ご覧になっていかがですか。そうですね、まあ、もう打てないなら打てなくても勝つ方法や、安心して見れる内容でした。これぞドラゴンズ流よ、監督の再開も見頑張れ。とりあえずあの2試合のうちのね、試合さっき勝ったから、もうこの1試合勝ってね、ベイスターズに連勝と、いけたらいいけどな。うん、頼む柳、柳というか野手陣が頑張らないといけないかな、基本的には。はい、素晴らしい。僕たちは強くなりました。補強したんだもん。素晴らしい。柳が勝ったんだ。7回投げて5失点ながらも。投げたな。牧タイムリー、牧のツーランって牧にやられてるけど、ビシエドタイムリー、細川スリーランと。いいね。まあ、ライデル連投か。足立さん。僕たちの足立さんが。足立さん、ただ見逃してませんよ。この床田は多分覚醒させて今回ね、シーズン始めたんですけど、えぐい成績残してるやん。うん。1.97、なんかよくわからんけど3敗してるけどさ。いい成績してるやん、トコちゃん。いや、清田君バントでもよかったかな。うん、中途半端なバッティングで。ナイス、三遊間抜ける、素晴らしい。バックホームする、ただ逆にリュークだからスクイズできないな逆にスクイズしてくださいと言わんばかり、うん、逆にできないわ。実はでもチャンス C だからな、リューク実はチャンス強いから。でもここででも点取れなくてピッチャー回る方がまずいか、無得点で終わる確率高いもんな。ただ言ってもランナーは細川だからめちゃくちゃ速いわけではない。そしてまだイニングがせいぜいまだ2回、まあ、少ないチャンスを応援するって意味では今仕掛けた方がいいけど、いや打たせよ。フォアボールも出してるしな、この回あるんじゃない。ここは中間守備ですね。いや、いい、ね、間に合わないか、間に合わないか、間に合わないか、よかったけどな、ほぼスクイズ、先ほどのシーン、ほぼスクイズやや失敗したスクイズ、ぶちかませヒロト、フォアボールでもいいよ。ここは中間守備ですね。いらんことすんなヒロト、おい三振しとけ、でめよう。先制のピンチだったんですが、最後はダブルプレーで切り抜けました。いらんことすんなよ。この打席はセンターフライに倒れています。前の打席、ネディン、ネディン、ネディン、いいね。二塁に向かう、バッターランナーは二塁、ツーアウトからないよな。ヒットが出ます。ツーアウトランナー二塁、ここはうまく引っ張られて、あ、まあまあ、でもコーチャー権切れるか。ここも冷静にいってほしいですね。まあまあまあ、うん、そうです、打ち破るしかない。いいんじゃない、ナイス、先制のランナーが三塁を回った、素晴らしい。拓也、拓也、素晴らしい。それでこそ俺たちの清拓だ。ナイス、さらに頑張れヒロト、打ち破るしかない。ヒロト、フリーヒットバックホームする、結局運ゲーやん。レフト前ヒット、末金、見事なバッティングでした。これ聖夜変えよう、リプレイでご覧、守備できないやつ変えろ守備できないやつこっち来なさい、あ、守備できないやつ集合、まあ、あとはいいか、はい
繋がりましたね。いいと思いますよ。運ゲーなんよな。まあそして勝負強いバッターに回りましたから非常に運ゲーで秋山西川きついな。ここは危ない危ない。秋山といえば外だからな、アウトコースだから。だからこそインコース。西川はどこでも打てるぞ。秋山もまあ打てるけど、逆に高めだろ。逆にナイス。西川今シーズン空振り三振、ランナー返すことができませんでした。素晴らしい。ここはチャンスを持って貫通するか。ライトを放っています。いいんじゃない。伸びていく。あれれ、はい、ソロホームランが出ました。まだまだ健在だ。その差を2点に広げられ素晴らしい。一発となりました。30代後半の希望やわ。2対0になりました。大島って意外とめちゃくちゃ年だからな。その差を2点とされています。俺は正直大島ってまだ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 中堅だろうってずっと思ってるけど、改めて調べるとめちゃくちゃ年なんだよな。この盗塁は大きいですよ。いいんじゃない。大島さんが打つならと。いいね。託されるね未来が。大島も、まあ、岡林もいち早く背番号変えましたけど託されるね。映画だわ。ご覧いただきましょう。この場面しかもあれじゃん、どっちも今シーズン第1号かよ。残されたイニングはあとわずか。映画やん。的な追加点になるかもしれません。2アウト満塁です。あーこれ面白いね。あこれ面白いかもな。言うてピッチャー悪くないからな、うちら。これ、我らが立浪監督出陣かもな。行くしかない。ここだ。ここで行くしかないわ。さあ、注目しましょう。我らが立浪監督。福田周平の怪我により昇格した石垣に、一声かけるからね。お前がやってきたこと見せれば大丈夫だと。押し出しで追加点。バッター今それでいいよ。それができる選手がいないんだから。押し出しでの得点。それできるだけ十分だよ。これ以上点は野間が打席に入ります。チャンス弱いよ。今日は2つのフォアボールを選んでいます。ナイス。外のボール打っていった。最後は内野フライ掴んで素晴らしい。これで6連勝です。終了です。残念ながらカープ敗れてしまいました。こういう戦前6連勝素晴らしいチーム。あいいね。あビネビネさんさんありがとうございます。まあこれが俺がやってたやつだな。くしくもね、今日リアルでね、まあ移籍が決まった選手なんですけど くしくもね、現在12月14日ですけど、同じくね、12月14日という日に、トレードが成立してよかったです。ネフタリソトです。はい。ね、ファーストもできるから、まあ、ビシエドがね、なんかあった時に、まあ、逆もしかりだけどね、うん。外が悪い時はビシエドにすればいいし、ビシエドが悪い時は外にすればいいっていう、使い方もできるから、全然立派な戦力かなと。うん。そしてなんて言ってもね、怪我しにくさ D なんだよな。これがいいね。で、対する我々ね、福ちゃんです。正直、好きな選手なんだけどな。福ちゃんはもう結構前になるけど、ロッテでねペナントやってた時に福ちゃんをね、ドラゴンズから取ってね、勝ちパターンの一角としてね福ちゃん使ってて、そこでね愛着湧いて福ちゃん好きだったんだけど、まあ現状は負けてか、まあ勝ちパターン投げてるピッチャーが優秀すぎるから、消去法的にねちょっと負けとかビハインドの時にね、まあ福ちゃん使ってるんですけど、まあそんなこともあってね、まあ他のピッチャーでもまあね、そのビハインドというかね、負けてる時だったら他のピッチャーでもいいかなということでね、苦渋の決断だよな。梅津連敗連勝止めないで、梅津。
まあでも相手大皿だしな、プレッシャー感じちゃうかもな。頑張れ。あー、連勝が6で止まった。サヨナラ勝ち。あー、かっちゃんが打たれた。かっちゃんが、まあこれは12回裏は誰も悪くねえよ。強いて言えば野手が悪い。うん、強いて言えば野手が悪い。うん、かっちゃんは悪くない。もう12回裏の負けはもう悪くない。いいいいいい。見える見える。もう相手いかつすぎるだろ、ローテが。床田、大瀬良、森下。毎回お前らやん。ふざけるなよな。楽しいか、毎回オーラに表ローテぶつけて。勝ち越したらでかい。小笠原くん。もう弱くない。もう俺たちは弱くない。あ、宇佐美がおった。いいね。8回サムチ投げて1失点。小笠原もいいね。うん。勝たせてあげるぞ、俺たちは。いいね。ライデルも稼ぐと。あ、ネンティいいね。あ、ぼちぼちだな。いや、小笠原頑張ったな。いや、頑張ったな。いいね。今回はね、ベイスターズ2試合やって、無事連勝と。カープ3試合やってね、床田とね、森下くんに勝ってるから、上出来じゃないかなと思います。はい。今日5試合やってね、4勝1敗と、我々中日ドラゴン3位ですね。うん。3位でね、交流戦に入れたこと、すごい良かったかなと思います。はい。まあ正直1年目はね、あんまり期待してなかったんですけど、うん、ちゃんとトレードで補強したら、まあ、ピッチャーがいいからな。もしかしたら1年目でそれなりに戦えるかもな。うん。ただ実質野手補強はね、もうこれで終わりかなと思うんで、あの、外国人来ない限りは。うん。1年目はこれでいきましょう。2年目はね、もう FA とか、外国人スカウトも変えるから、2年目は本気で優勝狙いきますけど、まあ、1年目はいけるとこまで行きましょう。はい。ということで次回交流戦、頑張っていきましょう。はい、終わります。お疲れ様でした。